たします。では改めてご紹介いたします。昨シーズン日本人最多となるシーズン56本のホームランを記録、さらに史上最年少で令和初の三冠王に輝くなど前人未到の記録を次々と打ち立て、世界も注目するその圧倒的な存在感でまさに新時代を切り開く日本野球界の若き主砲、東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ではまずは皆様に一言ご挨拶頂戴できますでしょうか。改めまして、今回ダークの、アンバサダーに就任しました東京ヤクルトスワローズの村上宗隆です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあではトークセッション始めてまいりたいと思います。どうぞおかけください。本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですがまずは村上選手、次世代を切り開く唯一無二の存在ということで、昨シーズンさまざまな歴史を塗り替えるまさに圧巻のご活躍でした。ビジネス界へ新風を吹き込むラークはシェアナンバーワンを目指すと公言しておりますが、村上選手の今シーズンにかける意気込み聞かせていただけますか。そうですね、日本一奪還、そしてリーグ3連覇、そして個人としてもキャリアハイの数字を残すこと、それだけです。はい、やはりそうですよね。今シーズンが終わった時に共にラークと一緒にナンバーワンになっているということになりますね。はい、ワクワクしますね。期待しております。さあさて村上選手、本日初のお披露目となりますラークのテレビ CM なんですが、実は CM 撮影も演技をするのもこの撮影が初めてだったとお聞きしましたが、本当ですか。本当です。はい、すごくどんな感じなのかなってワクワクしたんですけど、はい、慣れないことも多く、なんかたくさん撮られて恥ずかしかったんですけど、まあなんとか、周りの皆さんのサポートのおかげですごく、いい CM 撮影ができたのかなというふうに思います。なるほど。ズバリその演技ご自身で何点でしたでしょうか。50点ぐらい。結構低めですね。いや、まだまだやっぱ進化し続けないといけないんで。なるほど、はい、まだまだからですね。 CM 撮影も、はい、上を CM 撮影も上を目指していかれると、はい、いうことですね、はい、ありがとうございます。はい、その50点ということですが、どんな CM に仕上がっているのか、村上選手もまだ完成されたテレビ CM の映像はご覧になっていないと伺っておりますが、はい、そうですね、まだ見たことないんでどんな風になっているかわかんないんですけど、はい、かっこいい CM で期待します。はい、それでは早速ご覧いただきたいと思います。ビジネスツール最終進化系ラークテレビ CM かっ飛ばせ新しい時代へ編です。どうぞ。はい、ということでご覧いただきましたが、ものすごいかっこいい CM ですね。いや、最高です。ね、楽しいですね。100点じゃないですか。はい、そうですね、今の見たら100点でもいいのかなっていうふうに思っちゃいますね。はい、ね、はい、結構爽快感のあるような CM だったかなと思いますが、櫻井さん、CM ご覧になられていかがでしょう。いや、もう率直にめちゃくちゃかっこいいですね。村上選手の爽やかさと力強さ、そして新しい時代へ切り開く力強いスイングですね。村上選手のおかげで本当に素晴らしい CM が出来上がったのではないかと感じております。ありがとうございます。いや、本当にね、もう力強い、まさにその通りだなという気がしますが、CM 内にですね、優れたプレイヤーには優れた環境が必要だ、だからこそ優れたチームプレーが生まれていくとありましたが、まさに野球でも同様のことが言えるんじゃないかなと思います。村上選手、この点いかがでしょう。そうですね、やっぱり、野球をやる環境、はすごく、ね、大事ですし、本当にその野球というスポーツの環境に左右されたり、個人の技術の差もそこで生まれたりするので、やっぱり本当に一流の環境で野球をする、まあ、いろんなところの仕事も一流の環境でするっていうのはすごく大事なことになってくると思うので、こういうラークさんの素晴らしいこのビジネスツールで、皆さんも一流の環境でやっていただくことによって、こう常に成長できるのかなというふうに思います。はい、なるほど、ありがとうございます。櫻井さん、ビジネス面ではいかにこの点が重要か、どうお考えでしょうか。
はい、そうですね、ビジネス面でも同じで、仕事ができる人ほどやはり、業務の明確性であったりとか時間の有効活用であったりとかですね、まあ、つまり、もっと良いビジネスツールをご利用いただければその方の能力がもっと発揮できるのではないかと考えております。やはりね、野球もそしてビジネスの面においても環境とても大事というね、重要なポイントは同様かなと思われます。で、そして実際にこちらのラーク、村上選手も使われたということですが、いかがでしたか？そうですね、まあ、僕ちょっと英語に弱いんですけど、まあ、いろんな翻訳機能がついてたり、すごくたくさんの機能がついてて神ですね。はい、村上様からラークのビジネス会議、ビデオ会議の翻訳機能神ということで絶賛いただきました。桜井さんの一押し機能はちなみに何でしょうか？はい、村神様から神すねとは最高の褒め言葉だと、はい、ありがとうございます。そうですね、あの翻訳機能というのはまさに一押しなんですけども、私個人的には実は自動議事録機能というのもすごく便利で使いやすいかなと思っておりますので、ぜひ試していただければなと思っております。いや、私もあのこの自動議事録機能を聞いたときはものすごいいい機能だなというふうに思って使ってみたいなと思いました。ぜひね、村上選手も議事録取ることなかなかないかもしれませんが、ぜひ機会があれば使ってみていただければと思います。さて、村上選手現在22歳ということで、同世代の方々まさにこれから社会人になっていくタイミングかと思いますが、これからさまざまなプレッシャー、そして困難に直面していくかと思います。村上選手のそのリーダーシップ、責任感、そして鬼メンタルで数々の困難を乗り越えてこられたかと思いますので、こういった皆さんがどんな時に そんな時にどう乗り越えたらいいか、アドバイスいただけますでしょうか？そうですね、やっぱり、人はどんな時も不安な気持ちにもなりますし、結果が出ないと、やめたいなとか辛いなという時があると思うんですけど、僕の場合は大きな目標を掲げて、その目標のために、何をしたらいいか、いろんな課題が出て、いろんな課題を潰していって、成長するっていうところをが大事になってくると思うんですけど、まあ、最終的にはやっぱりその目標に向けて、大きな目標に向けて自分がどんなことをすればいいかっていうところを見失わずにやれば、どんな苦悩やね、きついことでも一生懸命できるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。とっても素敵なお言葉いただきました。やはり村上選手の言葉だからこそより皆様に響くんじゃないかなと思います。ぜひ同世代のチームメイトの皆さんに届いてほしいですね。さあ、まだまだお話聞いていきたいところなんですが、残念ながらトークセッション終了のお時間迫ってまいりましたので、こちらで最後の質問とさせていただきます。こちらのラーク最先端ビジネスツールとしてビジネスツール最終進化系と掲げさせていただいております。村上選手の思い描く自身の理想とする野球選手の最終進化系とは何でしょうか？ではフリップに記入をしていただきましたので、そちらを見せていただければと思います。お願いします。はい、進化し続けることだと思います。最終進化系とは言っても進化し続けると。そうですね、どんな時も常に、新しい自分を目指して成長し続ける、進化し続けることが大事だと思いますし、まあ、その中でこう自分がね、僕は野球やってるので、まあ、いつか野球人生が終わるんですけど、その終わった時に本当にあ、いい野球人生だったなとか、いいプレイヤーになれたなって思えるように、常に残りの、まあ、20年ちょっとですけど、必死に進化し続けていくことが大事かなというふうに思います。とっても素敵なお言葉いただきました。もう本当にね、今でも十分すごいんですけれども、さらに高みを目指していかれるということで、最終進化系、まさに村上選手にしか成し得ないことかもしれないですよね。はい、桜井さん、この点ラックとも通ずるところあるんじゃないでしょうか？はい、ありがとうございます。本当に今でも十分すごいんですけども、最終進化系というのは今村上選手の方からありましたように、進化し続けること、常に高みを目指せるというところでは
ラークも同じ思いでございますので、そこに関しましてはぜひ村上様にあやかって共に進化し続けていくことを目指したいと思っております。これからもちょっとサポートさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ラークも村上選手の最終進化系を応援していかれるということですね。村上選手ならきっと到達できるかと思います。村上選手、これからも頑張ってください。ありがとうございます。では以上をもちまして村上選手とのトークセッション終了とさせていただきます。本日は東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。ありがとうございました。それでは始めさせていただきます。質疑応答挙手制とさせていただきまして、スタッフがマイクをお持ちいたしますので、会社名とお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。それではご質問ございます方、挙手をお願いいたします。ラークは新たな挑戦をしていくということですけども、村上選手が今年新たに挑戦したいことを、野球の面、プライベートの面、それぞれ教えてください。そうですね、さっきも言いましたけど、日本一に奪還に挑戦したいなと思いますし、チームとしてリーグ3連覇というのは、今まで東京ヤクルトスワローズしたことないので、そこへも挑戦したいなと思いますし、自分自身、昨シーズンすごくいい成績を残したんですけど、まだまだできると信じているので、いろんな面で、もうそこにその目標に挑戦していきたいなというふうに思っています。はい、村上選手に、質問です。今回WBC で、栗山監督から、正式に選出されたということで、その時の心境と、WBC へ向けた意気込み、目標、そして最後にですね、熊本でも、地元熊本でもたくさんのファンの方が、応援していると思いますので、ファンの方へのメッセージをお願いします。そうですね、栗山監督からは直接電話で日本を背負って戦ってくれというふうに、言われましたし、その瞬間、もちろんその前から僕自身 WBC に出ることが目標だったので、出て、活躍するぞっていう気持ちになってましたけど、より一層世界一に向けて、頑張っていこうかなというふうに思いました。熊本で応援してくださる皆様には本当に楽しんでもらえるような、ワクワクしてもらえるようなプレーを全力で、頑張ろうと思いますので、応援よろしくお願いしますと、伝えたいです。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では以上で質疑応答終了とさせていただきます。村上選手、桜井さん、ありがとうございました。どうぞご登壇ください。ありがとうございました。いかがでしょうか。じゃあ隣お願いします。以上になります。ありがとうございます。